皆さんこんにちは、フェリシティです。サタンソフトのパズルゲーム日焼けの思い出プラス日めくりを2023年は毎日プレイしてます。今日は2023年9月8日なので1月1日から始めて251日目です。始めます。ゼロの時代へ、ストリートファイターゼロ始まる。カプコン22時48分またギリギリって感じだけど、人がでかい大丈夫かな。このぐらいの感じなのかな。一応その、まあ、何日か前から言ってるあの母が、まあ、大腿骨骨折で入院して、まあ、転院して手術をするって話してましたけども、ちょっと昨日の段階ではなんか手術をした後あの集中治療室、あの治療室 ICU にいるっていうことだったのでちょっと心配だったんですけども、なんかもう一般病棟に戻ったらしくてちょっと安心しました。まあ、ちゃんとご飯も食べてるらしいので、よかったです。ちょっとなんか去年、2ヶ月かとか入院した時にも、すごく痩せちゃったんですよね。なんかもう、10キロぐらい痩せたのかな。その後からやっぱりちょっと、すごい心配で、やっぱり今回痩せたの、あの、怪我したのも痩せて、その、肉がないから、転んでも骨に直接、ダメージが大きいんだろうなと思ってるし、まあ本当にまあ今後もうまくいってほしいですね。今日も結構涼しい、夜も涼しいですね。まあちょうどいいぐらいです。うん、このまま、微妙だとかだな。豚ジンギスカンじゃないや。昨日、お前半額で売ってた豚ジンギスカンじゃないや、牛ジンギスカンっていうのを食べたんですけど、なんかジンギスカンになっちゃうと、あのタレに漬け込むと全部同じ味になっちゃう気がするんですよね。どうなんだろうって感じがして。じゃあラム肉でいいやって感じになりましたね。ラム肉も高いんですけど。はい、じゃあもうミニ画面の紹介いきます。最後の話は何だったんだ。本日紹介するのは機動戦士ガンダムに登場した地球連邦軍の宇宙戦艦がいいのか教習揚陸艦がいいのか迷うところですけども、まあ、ホワイトベースですね。ジオンはこの艦名がわからなかった時に木馬というまあコードネームっていうかなんていうかあだ名というかなんていうかつけてましたけど、まあまさにそんな感じです。木馬です。こちら1200分の1で1000円ですね。かなり大きいです。やっぱりドイツスケールのサラミスと比べても、まあ、その大きさが非常に際立ちます。でこちらに見ても顔のパーツ、モビルスーツが収納できるわけですけども、プラ板に貼り付けてます。1200分の1のガンダム、ガンキャノン、ガンタンク、ガンタンクのこの座高の高さよ。座高位置ですね。まあこの頃はまだ1200分の1も作りが荒いですね。後のあのマゼラン、サラミスについてるジムとかガウ攻撃空母についてるザクとかの出来はすごいものでしたけど、ここにはガンペリーが入ります。1200分の1です。ちょっと今これあれなんですよね、
片側がここが無理にやると折れそうな気がするので、いやー怖いな。あ、できた。この状態で、まあ、押し込む感じで入ります。でこちらは開けるとネガ粒子砲が入ってます。これもちょっと きついんでやめときます。まあ、いつも墨入れしないんですけども、まあ、これはうっすらと、本当にうっすらとしてあります。まあ、後に、なんというか、まあ、バカみたいなデザインで何モデルだったっけ ?EX モデルかなんか、そんなようなんで出ましたけど、縮尺も変わるし、あまりデザインも好きじゃないし、やっぱりこれが一番ですね。本日紹介したのは、機動戦士ガンダムに登場した、ホワイトベースでした。相当かかってるな、時間が。まあしょうがないっすね。また明日ね。もうどうにも止まらない全方向スクロールミュータントバトルアクション X-Men Children of the Atom サターンで新登場カプコン。まあ、今日からまあ撮影した分が結構感染が、あら、もうちょっと、それなりにあって。続けていけるんですけど、まだアップロードできて、アップロードが不具合が出て、できてないので、ちょっと時間かかるかもしれません。それでは、また明日お送りします。ありがとうございました。